本日のウェブセミナーは、株式会社 You English の中山由紀子先生をお招きして、あなたが本当に読みたい英語論文を早く的確に探す方法というタイトルでお話をいただきます。私は本日の進行させていただきます、クラリベートの熊谷と申します。どうぞよろしくお願いいたします。本日の流れですね、こちらのようになっております。まず本日お話をいただく中山先生のご紹介、そして中山先生のお話の中でも使われております論文検索ツールの Web of Science について、最初に少しだけお時間をいただいてご説明をさせていただいた後に、実際先生にお話をいただきます。そして最後にですね、お時間がありましたら、いただいたご質問に対してのお答えをいただいていきます。ご質問なんですが、今、開始前にですね、ご紹介をしておりました、このスライドゥ .com という画面の右下に出ておりますが、こちらのツールからお寄せください。まだご準備されていない方はですね、こちらに載っております、このスライドゥ .com という URL をコンピューターから今ご視聴いただいている方は URL に入れていただき、あるいはこの QR コードを読み込める方はこちらを読み込んでいただいて、このイベントコードですね、77643を入力してください。こちらなんですが、アクセスいただきますと、こちら右側にあるような画面が開いてまいりますね。こちらでこのいいねのボタンというのがありますので、ご質問を入れていただくか、あるいは同じような質問があった場合にはですね、こちらのいいねボタンを押していただきますと、どんどん順番が上がってまいりますので、最後に質問の多いものからお答えをさせていただこうと思っております。時間内にお答えできなくてもですね、お寄せいただいた質問には後ほどすべて回答をいただくことになっておりますので、皆様ぜひ、ご質問をお寄せいただければと思います。また本日、非常に多くの方にご参加いただいております。ありがとうございます。もし途中で音声がスムーズに聞こえない場合などありましても、後ほど録画版をお送りいたしますので、ご安心ください。それではまず本日の講師ですね、中山由紀子先生のご紹介をさせていただきます。中山先生は2000年より特許事務所で特許明細書の日英翻訳に従事され、2004年からはフリーの特許翻訳者として活躍される一方、京都大学、名古屋大学などでの英語論文の書き方の指導経験もお持ちでいらっしゃいます。現在は同志社大学や企業などでの指導を行っていらっしゃいます。2014年にご自身の会社である You English を設立され、特許や論文の英語を専門に、高品質な翻訳や技術英語の指導、教育、そして著作活動など幅広く活躍をしていらっしゃいます。2017年にはテレビ番組ですね、世界一受けたい授業に2度ご出演をされており、会話もメールも英語は3語で伝わりますというような本も出版されていらっしゃいますので、ご覧になられた方も多いのではないかというふうに思います。また最近ではアメリカ科学界の ACS スタイルガイドの訳書やスマホアプリ、技術英作文300などを出されていらっしゃいます。それではですね、この後、中山先生のお話の中で、Web of Science という論文の検索ツールが出てまいります。これについて、少しだけまずご紹介をさせていただきたいと思います。皆さんは論文やレポートを書く場合に、どのようにして参考となる論文を探していらっしゃいますか？インターネットや図書館で検索したり、あるいは専用のツールを使うこともあるかと思いますが、そのようにして探した論文は、レポート課題や研究テーマにおいて本当に読んでおく重要な論文、あるいは注目を集めている論文なのでしょうか？インターネットでまずググってみるという方も多くいらっしゃるかもしれませんけれども、そこで見つかった情報の信頼性というものはどうなんでしょうか？そしてヒットする多くの論文の中から論文、
多くの情報の中からですね、論文、それも本当に重要な論文を見つけることは、できますでしょうか。そんな時にですね、こちらの文献検索専門データベースである Web of Science を使うことで効率的に検索ができ、しかも信頼できる情報を手に入れることが可能になります。で、なぜ信頼できる情報なのかというところなんですけれども、こちらに出てまいりました。まず一つ目ですね、厳しい基準で収録するジャーナルを選んでいるということがございます。そして、その収録の対象となるのは査読されたジャーナルのみということになっております。また、こちらの3番目にございますけれども、インパクト、つまり、注目度の高い論文というのが一目でわかるという作りになっているから、安心して信頼できる情報を見ていただけるということになっております。Web of Science というのは、このように学術界で信頼されているコアな国際ジャーナルに掲載された論文を収録しておりまして、研究分野も自然科学、社会科学、人文学、そして書籍や会議録など幅広い分野のものを対象としております。そして論文情報だけではなくて引用情報というのも収録をされています。ですので、例えば検索の結果、膨大な論文がヒットしてどれから読んでいいのかわからないですとか、最初の論文を読んだ後、次にどの論文を読めばいいのかというようなことがこの引用情報を使って判断できるようになっています。引用情報がわかりやすく表示されているので、注目度の高い論文をすぐに見つけたり、引用をたどっていって関連する研究の論文、次に読むべき論文をすぐに判断するということができるようになっております。こちらの Web of Science につきましては、詳しくは YouTube に Web of Science Japan というチャンネルがございます。こちらをぜひ見てみていただければと思います。また、こちらの使い方をご紹介するウェブセミナーも予定しておりますので、後ほどご案内をさせていただきます。最初に少しお時間をいただきまして、この検索ツールのご紹介させていただきました。それでは大変お待たせをいたしましたが、本日のセミナーの本編ですね、中山先生のお話をいただきたいと思います。先生、どうぞよろしくお願いいたします。皆さんこんにちは、中山由紀子です。論文の中身を知るためには英語を早く的確に読み解く必要があります。そのために今日は論文のアブストラクトとタイトル、これを前からどんどん理解して読み進める方法をお伝えします。それでは開始をしていきましょう。こんな風に英語を読んでいる方はいませんか？ちょっと読んでみます。Compared with controls、 法成分に比較する、コントロールと比較すると、 AD patients、 主語があったので S をここに書きました。 Typically は典型的に、 Showed、 ここに V を書きました。 Marked retention、 リテンションは辞書で引くと保持とか滞留っていう風に出てきます。of PIB、 これが O ですね。そしてスラッシュを引いて in areas of association cortex、 association cortex は辞書を引くと連合皮質とありました。そしてこの後ろの長い句、これが前にかかって contain large amounts of amyloid deposits、 アミロイド deposits、辞書を引くと付着物、固着物とありました。In Alzheimer's disease、 つまりアルツハイマー病におけるアミロイドの固着物が大量に含まれるとして知られている連合皮質という領域において PIB が Marked、 顕著に保持されるということがアルツハイマー病患者に典型的に見られたんです。
こんな風に後ろから前に訳しながら読むという方はこちらに変えてみてください。ちょっとやってみます。 Compared with controls、 コントロールと比較すると AD patients が典型的にまたは多くの場合に示したのはマークとなるテンションでした。 PIB という物質のそれが起こる領域というのはアソシエーションコーテックス。それは何を含むかというと Large amounts of amyloid deposits 大量のアミロイドディポジットなんです。そしてそれはアルツハイマー病で起こりうることなんです。いかがでしょう。今日は英語は前から前から読むということをお伝えします。そして動詞を中心に文構造を捉えること、後ろから戻るのはできるだけやめてください。そして文の途中まで読んで情報が得られなかった、これは自分の英語力のせいだ、出直そうと思わなくって大丈夫です。良い英語論文はどこで区切っても情報が出るように構成されているものです。単語、つまり専門用語である名詞をつなげて文を読むと、書かりを誤ってしまったり分野が少し外れた時に読めなくなってしまいます。知らない単語の下に日本語を書くのもできるだけ控えていただくと早く読めるようになります。それでは早速 Web of Science を見てみます。よろしいでしょうか。今日のキーワードは Alzheimer's Disease にしました。ここではタイトルを検索したんですが、トピックを検索することもできます。そうするとアブストラクトに広くかかるような検索ができるようになります。そしてやはり便利だなと思うのはジャーナルインパクトファクターがついたジャーナルに掲載された論文を選べること。ここに出てくる情報は Web of Science の契約によって少し変わるんですけれども、私はこの2つを選ぶことができました。そして出てきた検索結果を今回は非引用数で並べ替えました。そしてドキュメントのタイプはいろいろあるのですが、今回はアーティコー、原著論文に絞りました。こうやってタイトルがたくさん出てきます。どれを読もうと悩むかと思うんですけれども、まずは非引用数が高いものからざーっと目を通していかれるのがいいと思います。目の通し方をしていただくために、まずは論文タイトルってどのようなものっていうことをお伝えしたいと思います。 ACS スタイルガイド、これはアメリカ科学会のスタイルガイドですが、そちらによると論文タイトルは論文の内容と要点を的確に表す、そして brief、 簡潔で grammatically correct、 文法も正しくって attract the potential audience、 読み手を引きつけます。それでは先ほどの非引用数、つまり他の論文に引用された回数が5239回、この論文を読んでみましょう。タイトルの読み方も前から前から区切って読みます。単語はできるだけ予測をして和訳をしなくても構いません。英語の法則は知っている方が便利なんですが、例えば句読点、これはコロンとか前置詞といった決まりを知っていると、とても便利に読み解いていくことができます。頭の中にはこれくらい短いぶつ切りにして英語を取り込んでいきます。 The diagnosis of dementia、 diagnosis、 知っている方はそのまま理解をしてください。知らないという方は辞書を引くのを少し待って、例えばアルツハイマー病の論文を読みたいという方は2つ読んでみられたらダイアグノーシスが何回も出てくるということがわかります。ですので最初はおそらくハイライトして、知らないなと思う単語にはハイライトをして読み進められるといいと思います。それで見たことがある、もう知ってるなっていう段階になって初めて辞書を引いていただいたり、日本語の論文と比較をして、まあ、他の論文でいいんですけれども、そして、まあ、日本語でどういうのかなっていうことを理解して
かれるといいと思います。今回はダイアグノーシス、診断、認知症の診断を行います。それはアルツハイマーズディジーズが原因のもの。コロンはどんな時も大まかなことを言った後に詳細を述べます。大から詳細へと、小へと、コロンだというふうに覚えていただくと便利です。論文のタイトルの中では詳細はサブタイトルになりますので、サブタイトルをつけるときに使われることが多くあります。それではサブタイトルを読み進めます。 Recommendations、アドバイスとか勧告、または Recommendation、 どこから The National Institute、 こうやって固有名詞が出てくると私たちすぐにこう心乱されてしまうんですけれども、例えばリスニングなどでも固有名詞が出てくるとすごく聞き取りにくくなるんですが、これはもう固有名詞なんだろうということだけを理解すれば読み飛ばしていただいても構わないのかなと思います。前置詞は画像で捉えてください。例えば from は起点、 on は接触、押し付けられている感じ、 for は方向性といったように画像で捉えて、 diagnostic guidelines、診断ガイドラインに関するものなんです。それはアルツハイマー病のものです。アルツハイマー病に起因する認知症の診断、アルツハイマー病の診断基準に関する国立高齢化研究所アルツハイマー協会からの勧告というタイトルでした。いかがでしょうか。このまま進めていきたいんですが、実は2と3番目に現れた2つのタイトルは1と同じサブタイトルでした。ですので今回は3だけを、すいません、1と、はい、サブタイトルが同じでしたので3だけを読みたいと思います。著者は違うんですけれども、はい、では3番目 toward、 向かって、前置詞の後ろには必ず名詞が来ます。名詞を探しますが、今回は動名詞 defining、 何かを定義することに向かっている、目指しているんですね。 the preclinical、 プレは前、プレスクールは学校前ですけれども、就学前、プレは前ですので、クリニカルの前、つまり臨床の前、症状が見える前の段階をディファインしたいということが分かりました。アルツハイマー病の発症前段階の明確化を目指すといったタイトルでした。このまま進みます。イミジング、4つ目はブログでも取り上げたタイトルなんですが、こんな風に同名詞から始まるタイトルというのも実は結構たくさん目にすることがあります。増えているようにも思います。ついタイトルといえば名詞だから、 Investigation of、 Development of、 Measurement of、 Study of、 Of というふうに続いてしまいがちなんですが、こんな風に同名詞から動詞を生かしたようなタイトルもあります。イメージン、画像化します。 Brain Amyloid Alzheimer's Disease において何を使って、 Pittsburgh Compound B ということが読み取れましたでしょうか。それではこのタイトルのアブストラクト読み進めてみたいと思います。ここでもアブストラクトのポイント、アブストラクトって何というお話から始めたいと思います。読み手のために Determine the nature and scope of the paper、 読み手が論文の要点 nature と守備範囲 scope を決められるようなものが論文のアブストラクトなんです。そして現地論文では内容は課題、そして実験、理論が書かれることもあって、で得た知見、結論というふうに書いてあるんですよとスタイルガイドは言っています。それでは先ほどのアブストラクト、論文のアブストラクトなんですが、どこから読もうかというときに、私たちは日本語を読むときは漢字がありますね。ですのでつい名詞を探したり漢字を斜めに読んでいこうとするんですが、なかなか英語はそれがうまくいきません。動詞に頭の中でハイライトしてみてください。そうすると describes、 実践も同時に目に入ってくるんですが、 showed、 was、 increased、 observed、 ここはおそらく実験のことが書かれているな、 showed、 correlated、 そして suggest、 can、 provide、 示唆が出てきたな、推論が出てきたかな、
といったように、ぜひ動詞をハイライトしてみてください。そこで見えてくるのは、冒頭1から3行目はおよそ導入課題です。時制はいろんなパターンがありますが、こういったものがよく使われています。中ほどは実験に過去形が使われたり、そして理論であれば現在形、実験であっても今報告しているという形で書かれる場合に現在形が使われるようなこともあります。そして得た知見や結論の最後の部分は現在形、気持ちを表す助動詞、著者の気持ちを表す助動詞や推論を表す動詞、suggestのようなものが出てくることがあります。では前から前からタイトルと同じように区切って読んでみましょう。3つの部分にこの論文はきれいにアブストラクトが分かれました。現在形の導入、行った実験、そして得た知見、よろしいでしょうか。興味のままに各部を読み進めるのですが、今回は導入からいきたいと思います。 This report describes、 このレポートが説明しているのは、初めのヒューマンスタディなんです。何のスタディか。ノーベルなアマロイドイメージング。新規のアミロイドイメージング。用のポイストロンエミッショントモグラフィー、PET トレーサーなんです。その名は、ピッツバーグカンパウンド、PIB。それを16人の患者に行いました。その患者は、診断が行われています。マイルド AD、 マイルドは軽症、軽度といった単語になります。マイルドなアルツハイマーズディジーズ。そして9人のコントロール、制御群も使いました。そういったことが書かれていました。先に結論に進んでいただいても結構かと思います。 The results suggest that、 結論、つまり結果から分かったことは、 PET 画像化をノーバルトレーサーを使って行った PIB を使って行ったら何が分かるのか、何が可能になるのか、クワンティティティブインフォメーションが得られるんです。クワンティティ、量、クワンティティティブ、量的情報ですが、それは何に関するものかというと、アマロイドディポゼット、生きている被験者、つまり生体において、いかがでしょうか。ちょっとワンポイントをしたいと思います。電磁子苦闘点を見ていきます。 PET imaging with the novel tracer、 with はいつも using または having の意味になります。タイトルでは using の意味で使われていることが多いです。本文ではどちらの意味もあるんですが、今回は using の意味で使われていましたね。 onIn に関しては皆さんもうすでにこれまでのところで出てきているのでよろしいでしょうか。 On は接触している、押し付けられている、アミロイド沈着に関する量的情報となります。 In は広い場所や立体の中。次は句読点です。コンマなんですけれども、コンマ挿入は言い換えや補足に使います。日本語でいうところの丸括弧のような位置づけになるので、コンマがたくさん出てきて分かりにくいなと思われたら、ちょっとここは括弧に入れて読み飛ばしてもいいし、括弧に入れて読んでいかれると文の構造がうまく捉えられると思います。もう少しワンポイントをしていきたいと思います。研究者の皆様のお仕事というのが、もちろん実験をされることであって研究を進められること、それを実験結果を報告することだけではなく、普遍的な事実を導き出すことなんだとある書籍が言っています。 Technical Writing and Professional Communication for Non-Native Speakers of English という本なんですが、では実験で得られた結果を普遍的事実として言い切っていいのかという、難しい問題があると思います。そんな時に使えるのがこの suggest や他の、論文のヘッジング、確定的ではないことを表すリスクヘッジのヘッジングなんですけれども、リスクをヘッジするというよりは、ぼやかすという意味になるんですが、ヘッジング表現というのがたくさんあります。それを
今回は suggest が出てきていたんですが、他にも今回可能性の can が出てました。助動詞は気持ちを表しますが、こうやって can などは論文でも非常によく見る助動詞です。そしてまたさらに可能性の低い、つまり確信が低いような助動詞を見ることもあります。逆に確信が高いというものを見ることもあります。 suggest, imply, indicate, demonstrate、 これらも確信の度合いっていうのが上がっていきます。他にも seem, appear, possibly, seemingly の逆にこうヘッジングで弱めるというよりは強める、特記すべきことにはとか、こういう副詞が出てくるような時もあります。こういったものを鍵にして著者の意見っていうのも探していかれたら便利かと思います。はい、それでは内容をもっと知りたくなれば詳しく読んでいきましょう。 compared with、 これは先ほどの冒頭での前から後ろに向かって読んでいくという図なんですけれども、これと同じようにやってみます。はい、よろしいでしょうか。皆さんも一緒に読んでいただけたらと思うんですが、コントロールと比較して AD patients が典型的に示したのはマークトビテンションでした。 PIB がアソシエーションコーテックスの領域にたまるんです。それはどういう領域として知られているかというと、大量のアマロイドディパーゼットを蓄積するんです、含むんです、ごめんなさい。そしてアルツハイマー病に関して見られます。アルツハイマー病の患者グループにおいて PIB の保持っていうのが増加した、最も顕著に増加した領域があるんです。フロンタルコーテックス、ちょっと専門用語が出ましたが、コーテックス、これはブレインプロフェッショナル、脳の専門家であれば非常に馴染み深い脂質という単語かもしれません。フロンタル、前頭葉、この辺は飛ばしながらこういう領域なんだろうな。そして 1.94 倍です。 P 値はこれだけあります。 probability、 そして大きな増加が見られたのがこの領域です。この領域です。この領域でもそうでした。そしてここまではコーテックスに、テンポラルコーテックスなどと、オクセピタルコーテックスなどとかかっていました。そしてダストラ、もう一つ違う領域が出てきました。ここにも見られるんです。そして PIT リテンションが平等、効果だった、等しかったのは何と等しいかというと、アルツハイマーの患者と、そしてコントロールにおいて等しかった領域というのは比較的影響を受けない領域として知られているんです。アミロイドの蓄積に比較的影響を受けません。その領域の内容は括弧内に書いてあります。 Studies in three young and six older healthy controls、 コントロールの方を見てみましょう。詳細は21歳もうちょっと年配の方などです。それによると低い PIB のリテンションが見られました。上記皮質、先ほどの皮質エリアにおいて、そして、はい、優位差は見られなかったんですね。 Between、 何の間にかというと Young と Older Controls、 若い人と年配の方の間に、はい、優位差は見られなかった。そして Cortical Areas で PIB リテンションが逆相関を示したんです。セレブラルグルコースメタボリズムに関して、これはどうやって測定をしたかというと、この物質を使いました。はい、この関係が最も強かった、力強かったのは、はい、この領域ですね。この領域においてでした。いかがでしょうか。ちょっともう自分はアルツハイマー病についてあまり専門家ではないから、苦しくなってきたという方は、分野共通の単語っていうのを見出すことができありましたでしょうか。私はアルツハイマー病のプロフェッショナルではないんですけれども、こういった分野共通の単語を探しながら読んでいくことが多いです。よろしいでしょうか。Determined with was most robust、 非常にポジティブないい単語が出てきたりしているんですが、最も強固だった。 Unaffected、 影響を受けなかった。ノットを避けてますね。うまくノットを避けて書かれていますけれども、よろしいでしょうか。はい、それではここでちょっとアルツハイマー病を終わりにしまして、今度は分野を変えてですね、あと、10分弱ほどあるんですけれども、リチウムアイアンバッテリーで行ってみたいと思います。皆様いかがでしょうか。
新規引用数が6272件 Very highly cited publications commonly cited publications から見ていきたいと思います。ではタイトルを読んでみましょう。 Nanosize Transition Metal Oxide ナノサイズの繊維金属酸化物メタルオキサイズをネガティブな電極材料ネガティブエレクトロードマテリアルつまり負極の材料として使うんです。何のためにリチウムアイアンバッテリーズというタイトルが分かりました。いかがでしょうか。ちょっと他のタイトルを読んでみたいという方はまた検索が使える方はやってみていただくといいかと思います。今ちょっと上から1、2、4までこちらに出しましたが、はい、結構全知事4が品質していますね。その中で適用範囲や用途っていうのを表しています。2番は Large Reversible Lithium Storage of Graphene Nanosheet Families、はい、これを使っていこうというものですね。ではいかがでしょう。先ほどの1番目のものを一緒にアブストラクトを今から読んでみましょう。このように動詞にハイライトをして頭の中で考えてください。ここまでがおそらく導入部分。ここは何が書かれているでしょう。実験かなと思うんですが、現在形ですね。これは自然科学誌ネイチャーですが、ネイチャーは結構現在形が多く使われます。最後に助動詞が出てきました。何か今後のこと、または今回分かったことの示唆などが書かれているんでしょうか。それでは最初から読んでみましょう。Rechargeable Solid State Batteries Rechargeable ですから、充電可能、つまり二次電池、充電式電池、solid、固体なんですけれども、全固体電池という感じでしょうか。が長くアトラクティブなパワーソースだと考えられてきました。用途はたくさんあります。特にリチウムイオンバッテリーが出現しつつある、つまり新しい技術なんです。ホットな技術なんです。それはポータブル機器に対して使われています。One of the main challenges. しかし課題、チャレンジがあるんです。それはデザインです。設計です。どうしなきゃいけないかというと、確保しなければならないんです。エレクトロードがインテグリティをメインテインするように確保するんです。電極がインテグリティを many discharge recharge cycles ということで、何回も何回も discharge 放電と recharge 充電を繰り返し行う間でインテグリティをメインテンします。つまりは完全性を保つ、つまり、劣化しない、そういったことでしょうね。Promising electrode systems have recently been proposed. 有望なものはプロポーズされているんですけれども、ライフスパンが limited by。ここでようやく出てきました。Limited by。研究の限界です。皆さんの研究には必ず限界がある。それを解決しようというのが皆様方の研究であり、その報告が論文だと思うんですが、もうリミットという動詞を探すだけでも比較的課題を見つけることができます。その上の部分は特に知ってる人も多いような、リチウム電池が携帯電話に使われているのを知ってるよとかいうところが多いと思うんですが、ここで読むべき箇所というのが見つかったので、ちょっと読んでみましょう。丁寧に読んでみましょう。 Life spans are limited byリチウムアロイングアグロメーションということで、リチウム合金化による塊、パッシベーション層の成長があるんです。そのためにライフスパンには限界があるんです。なぜかというと、それがフーリーリバーシブルなインセッションを阻害するからです。リバーシブルって何でしょう。リバーシブルは、裏返しできるっていうような意味で、知っている方もいらっしゃると思うんですが、これリチウム電池の論文2つ読めば必ず出てきます。先ほどのタイトルにも Large Reversible というふうに出てきていましたね。こうやって知ってるな、なんか出てきたなって思って初めて辞書を引いていただくといいと思います。可逆という
単語でした。はい、よろしいでしょうか。そして行った実験を読むという方は読んでみてください。 Nature は現在形が少し多いと先ほどもお伝えしました。私たちが報告するのはエレクトロードです。ナノパーティクルからできています。トランジションメタルオキサイズのナノパーティクルなんです。トランジションメタルオキサイズのメタルですね。メタルは、コバルト、ニッケル、カバー、そして鉄といったものが挙げられています。はい、そしてエレクトロケミカルキャパシティがですね、700ミリアンペアアワーも見られたんです。そして 100% のキャパシティリテンションです。100回充電をしても大丈夫。そしてハイリチャージングレイツでした。リチウムリアクティビティのメカニズムはこれまでのものとは違っていたんです。これまでのリチウムインサーションディセーションリインサーション、挿入とリは逆ですから、インサーションと、まあ、ザ脱離、チャージディスチャージ、インサーションリインサーションのような反対語がよく使われます。そしてつまりリチウムの合金化のプロセスとはこれまでのものとは違っていたんです。そして形成されたんです。何が？酸化リチウムが。よろしいでしょうか。そして酸化リチウムが形成されたし、リコンポーズもされたんです。分解もされたんです。それに伴ったのはメタルナノパーティクルのリダクションとオキシデーションです。ちょっと最後にリスペクティブリーが出てきましたので、これはちょっと戻ってフォーメーションとリダクション、ごめんなさい、リコンポジション、オキシデーションというふうに対応を見ないといけないです。リスペクティビリーが出てきたら対応を探してみてください。そして、まあ、ご自分で書かれるというときはちょっとこれ対応を探すのが大変なので、まあ、数値がたくさん並ぶよっていうとき以外はあまり活用価値がない場合もあるかもしれません。それでは実験のところを読んで最後に、まあ、今回分かったことまたは今後などを読んでみましょう。少し丁寧に読みます。 We expect that、 我々の考えでは expect っていうのはこう思ってるという意味になります。 The use of transition nanometal nanoparticles、 繊維金属ナノ粒子を使って表面の surface electrochemical reactivity、 電気化学反応性を高めれば何につながるのか、改善につながるんです。リチウムイオン電池の性能が改善できるのです。と言い切っていました。助動詞は強さを正しく理解して著者の考えを探ってください。ウェルは結構強いです。なんとかです。というような意味になります。いかがでしょうか。皆さん、論文の動詞を見つけながら読むということ、慣れていただけましたでしょうか。もっと読んでみたいと思ったら、論文の本文を取り寄せて読んでみられるといいと思います。さらにもっとアブストラクトを読んでみたいと思われたら、ここにスライドにちょっと置いておきますのが、今回の検索結果のアルツハイマーズディジーズの方の6番目のアブストラクトです。Include derived、 ここは実験結果ですね。 Manifest these studies suggest、 ここに推論が書いてありますね。 Clarifies、 次はアルツハイマー病の9件目です。これも Performed、 やったことが書かれていますね。 Was these findings indicate、 May、 ちょっと可能性は低めのもので書いてありますね。リチウムイオンバッテリーがいいという方は3件目です。これ録画で後で配信されるので、もしよろしければちょっとじっくり止めて読んでみてください。これはリチウムイオンバッテリーの4件目なんですが、アブストラクトははっきりとした決まりがあるわけではないので、全部現在形といったもの、 ACS なのですね、いや短いものも見られます。本日お伝えしましたのは、英語は前から前から読むということ、特に動詞を鍵として文章を捉えることです。読んだらできるだけ戻らず、同時通訳のように部分ごとに情報を入手してください。
必要単語は品質しますので、自然に覚えるほどまでたくさんの論文を読んでください。動詞を大切に、合わせて時制と助動詞も必ず確認をしてください。それでは皆様、クラリベイト社の Web of Science を使ってたくさんの英語論文を読んでグローバルにご活躍ください。皆さんのご活躍、そして今厳しい状況ですが、皆様の安全と健康が確保されるということを願っています。 Thank you。 はい、中山先生、非常にためになるお話をどうもありがとうございました。それではですね、皆様からの、ご質問、このようにいただいております。映っておりますでしょうか。こちらの中からですね、ちょっとお時間に限りはありますけれども、いくつかですね、お答えをいただければというふうに思います。まず一番多いのがですね、こちら映っておりますですかね、英文の読み方ではなく、本当に読みたい英語論文を的確に探す方法というのはどんなものがあるでしょうかということなんですけれども、こちらは先生いかがでしょうか。今のアブストラクトですとかの見方を教えていただいたので、そこから、中身をある程度目処をつけて探していくのかなというふうにも思いますが、いかがでしょうか。はい、ありがとうございます。そうですね、もちろん本当に読みたい英語論文を読むためには、先ほどのデータベースの公費引用論文というのを探していただく、つまりインパクトファクターが高く、より多くの人が読んでいるというものが、重要である論文なのかなというところでまず見ていただいて、そこからはですね、やはり英文の読み方になってきて、私の担当はしまうんですけれども、タイトルを前からざーっと見ていっていただいて、そしてアブストラクトを読んで、その先本当に読みたいとご自分で思われるものをうまいキーワードで探していただくというふうになってくるのかなと思うんですけれども、このあたり力不足で申し訳ございません。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。もう一つだけですね、ご質問、お答えしてみたいと思います。この2つ目のご質問も今お話しいただいた内容と同じかなと思いますので、後ほどまたちょっと補足してメールで別途お答えしたいと思います。そして3つ目ですね、 Web of Science と PubMed の違い、こちらは、Web of Science そのものについてのご質問ですので、来月ですね、また別途セミナーがございます。そこで詳しくお話しいたしますが、端的に言いますと、Web of Science、広くいろんな分野を扱っている PubMed というのは、専門的なものですね。あと Web of Science、今日先生にもご紹介いただきましたが、引用をたどって、検索をして、いろいろ、見る、引用の情報をいろいろ活用できるというようなところがございます。それでこちらですね、それでは先生にお願いしたいかと思いますが、分からない単語が多いときはどのようにしたらいいですかということなんですが、こちらいかがでしょうか。はい、ご質問いただいてありがとうございます。分からない単語があったとき、私はできるだけ口に出して読むようにして、そこから関連単語を探すというようなことを実はしています。今日でしたらちょっと取り上げなかったんですが、コグニティブっていう単語が出てきたんですが、アルツハイマー病だったんですが、コグニティブなんだろうなって思うんですけれども、辞書を引かず我慢をして飛ばすか、または辞書を引いた上でコグニティブ、レコグナイズ、I recognize you、 レコグナイズっていう単語なら見たことがあるな、中学校でし高校で学んだことがあるなといったように連想していただいて、そして単語を覚えやすくしていくっていうことが有効になるかなと思います。で、たくさんの論文を読む中で、冒頭でも少しお伝えしたようにハイライト、私はよく英字新聞などでハイライトをつける読み方をしていたんですけれども、蛍光ペンを引いていくと、そうするとこれだけ知らない単語があるな、少し減ってきたな、また見たことがある単語になってきたなっていうように、例えば特に動詞などでしたら見たことがあるなっていうふうに少しずつ単語を増やしていただけるのかなと思っています。はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。あと他にもですね、ご質問いただいておりますが、後ほど先生に回答いただきまして、お送りさせていただきます。それではですね、少しお時間過ぎてしまっておりますが、今後の予定について、ご紹介いたします。本日お話しいただきました先生の続編ですね、セミナーの第2弾というのが、この秋に、実施を予定しております。こちら、詳細が決まりましたら、またお知らせをいたしますので、ぜひこちらもご参加いただければと思います。それから来月26日ですね、ウェブオブサイエンスの、初級編ということで、本当にインパクトのある論文を読んでいますかというセミナーを開催の予定です。こちら、先ほどのパブメドとの違いですとか、そういったことも含めてもう少しお話しさせていただけると思いますので、こちらもぜひご案内をお送りいたしますので、ご参加いただければと思います。と、その他のウェブセミナーの予定ですね、こちら私どもの、ウェブサイトになっておりますが、clarivate.jp のイベントというところにカレンダーございますので、こちらもご参考いただければと思います。それではこちらでですね、本日のセミナー終了とさせていただきたいと思います。この後、セミナー終了の後にですね、画面が閉じられますと、アンケートが表示されますので、ぜひご協力をお願いいたします。次回の、中山先生のセミナーへの、ご質問ですとかいうようなことも項目の中に入ってございますので、ぜひアンケート、ご回答をお願いいたします。で、iPhone でですね、入られている方、もしかすると、アンケートの表示が出なくなってしまう設定になっておりますので、大変申し訳ないんですが、このままスライドですね、開けておきますので、もし何かあれば、そちらの方に、ご意見ですとか、引き続きいただければというふうに思います。それでは、中山先生、本日はどうもありがとうございました。本日のありセがミとうごナー、ざいあました。りがとうございました。本日のセミナーを終了させていただきます。皆様、ご参加どうもありがとうございました。失礼いたします。ありがとうございました。